タイガースが9回ついに2点のリードを奪いました。マウンドには藤川球児です。藤川にとっても久々に抑えるとセーブがつくという場面での登板になりました。北海道札幌でのファイターズ戦初戦、田中健介にサヨナラヒットを打たれました。1対1の10回に登板して1点を失って負け投手、今シーズン初黒星となりました。それ以来中2日空けてのマウンドです。シートが変わります。ファーストに新井が入りました。そしてサードには関本です。6番ファースト新井、そして7番サード関本と変わっています。2点を追いかける楽天の攻撃は4番のガルシアから。さて矢野さん、ここのところ藤川球児がなかなかこうリードしている場面での登板というのがなかったんですよね。そうですね、まあ、だからみんな重いですよね、はい、どうしてもこうなかなか思い切ってこういけるというような状況が、ね、なかなか少ないんでね、今日はあの1点だけではちょっとまだ重かったんですけど、はい、もう1点入ってくれたっていうのは、ね、ちょっと躍動感ある球児のピッチングみたいですね。サードゴロ、変わったばかりの関本のところに飛びました。ワンアウト、まず先頭バッター打ち取りました藤川球児。ここ4試合は全て同点の場面での登板でした。やっぱりこうリラックスできますね、はい、2点あるとね。1点だともう本当にコースもね間違っちゃダメだ、力ももう入りすぎるというかね、それぐらいこうなってしまうと思うんですけど、はい、いい意味であの1点でリラックスできてますね、はい、まず4番のガルシアを打ち取った藤川球児、打席はフェルナンデス。今シーズン10個目のセーブがつくという場面での登板、5月の11日 DeNA 戦以来セーブが開けられていないという。そんなに開いてるんですか、はい、ほぼ1ヶ月近く。ですからそれだけタイガースのペースで試合ができていないということも言えるかもしれません ね。やっぱりタイガースはもう球児につなぐっていうのがね、はい、最大の当たり前ですが勝ちパターンですから、そこでセーブが1ヶ月近くも空いてるっていうのはね、はい、苦しく なりますよね。それはね、矢野さん、今日の藤川はどんどんまっすぐで、まあ、そうですね、してる感じですか。1球フェルナンデス選手にはカットボールを3球目投げたんですけど、はい、これもやっぱり2点差あるからっていうところはね、ありますね。センター前、速い打球が飛んでいきました。フェルナンデスは今日2本目のヒット、力勝負でいったんですが、フェルナンデスにもパワーがあります。もう、ね、若干シュート回転してるんですよ、はい、シュート回転してるとこうなかなかこうバットの面の中でしかこう動かないんで、あれが普通にこう若干コース甘く入ってもいいんですけど、縦の回転がしっかりこうつけばね、ファールなり空振りっていう風になっていくんですけど、はい、本来は縦回転のボールをしっかり投げられる。そうですね、ファール取ったり空振り取ってる時の球児っていうのは、その縦の回転、本当にこうピン球がホップするようなね、はい、縦の回転がついてるんですけど、
この縦の角度が逆につかなくてシュート回転することで縦の角度ってつかないんですよね、はい、どうしてもこうバットの面の中でしかこうシュート回転して動かないのでバットに当たるっていう、はい、うん、ピンチヒッターは中村です。そして一塁ランナーは阿部に代わっています。フェルナンデスに代わって一塁ランナーは阿部。今日はどんどんまっすぐで攻めている藤川球児。先制のホームランを放った金本。一塁は飛び出していますがタッチはセーフです。先ほどの回は少し足を痛めた素振りもあった藤井ですが、うん、よく止めてますよね、はい、これだけ止まるとピッチャーもどんどん投げ込めるという、うん、もちろんもう信頼関係は、ね、はい、できますし、本当にこう低めに投げる意識っていうのはね、よりピッチャーしっかり持てますよね、はい、スリーボールにはしたくないですね。仕上げました。ショート鳥谷が少し前に来て取りました。ツーアウト一塁と変わります。タイガース連敗ストップまであとアウト1つ。このまま行きますと岩谷も勝ちがつきます。そして藤川にもセーブがつきます。バッターボックスはテレーロ。打率はご覧のように1割台中盤ですが、うん、パワーはあります。まあそうですね、はい、ね、なかなか正直にこうストレートでっていうのは行きにくいですね。初球フォークかなんかスライダーでも空振りを取れたらね、すごく楽なんですけどね、はい、初球は外の低めのまっすぐでした。なかなか波に乗れない中、後半戦を迎えて札幌で2連敗。しかしこの仙台の初戦は3対1リードを奪っています。また気迫のピッチングもありました。空振り、追い込みました。藤川ワンボールツーストライク。最後もまっすぐでしょうか。まあどうですかね、まあ、ストレートで追い込めたんでね、はい、あのフォークも効くような追い込み方ができたんで、はい、うん、まあ、一番低めのフォークがね、一番確率的には抑える確率は高いとは思うんですけどね、はい、空振りも若干シュート回転してるんで、あストレートね、フォークはもう1回ブーンと来ると思いますけど、まっすぐでいきましたが、お
も外れたということでボールです。今の打ったように見えましたけどね、はい、止めたというよりはもう止まらなくてね、回ってしまったのかなという感じになりました。あと1球コールが湧き上がっています。少し力が入ったか。そうですね、今のコースも、ね、あの外れてしまったんでね、はい、ちょっとバッター見逃しやすかった、コースに行ってしまいましたけどね。スリーボールツーストライクのフルカウント。タイガース連敗ストップ。交流戦後半戦に入って初めての勝利です。9回守護神の青山を攻略して3対1、見事に競り勝ちました。そしてこのケースタ宮城で相性のいい金本にもホームランが生まれました。そして何より岩田に勝ちがつきました。藤川にセーブがつきました。岩田は2試合ぶりの勝利でこれで4勝目。そして藤川は5月の11日 DeNA 戦以来久々のセーブがつきました。ですので交流戦初セーブということになりました。